も始まります。あ、これ明るさ一番明るい感じですか。マックスだね。はい、どうぞ。もう始まってますか。はい、始まってます。デジとテッシーのデジの部屋ついてるね、持ってるね、中山美穂です。ということでちょっと笑うとこですよ、今。ここはなかったら笑うとこないですよ。苦笑禁止じゃない。ヘミちゃん、ヘミちゃんヘミちゃんがないって一緒にするなって言ってるでしょ。ということでね、今日のデジの部屋の最後、ヌギちゃんが締めてくれればいい。そう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 、うん、今日はですね、もうゲストがたくさん、たくさん来ておりますよ。ね、今若干テッシーさんが緊張しております。あ、ちなみにヒグカメ、はい、10分になったら言ってね。はい、ね、出たいんでしょ、ヒグちゃん。あー、ヌギちゃん。だんだんダブってきてるんじゃないですか。そうですね、今日のテーマはですね、ブラビアですよ。ついにですね、2014年のモデルの 4K ですね、4K ブラビアがね、出ましたよ。で、まあ、ラインナップはですね、ヒロさん、来て。なんで、うん、なんでじゃねえよ。このタイミングで急に入ってます？入ってますか？あ、入ってます。じゃあ3人でやりましょうか、ついてるんで。やらない。やらない。1人で。そういうのはやらない。ダメよ。ダメダメ。で、ブラビア。ブラビア。若干こう、ね、空気が凍りついてきましたけども。もうちょっとやったほうがいいよ。で、あのラインナップがですね、ちょっと誰かデジタルバカの、ちょっとブログ見せてよ。3分あって。うん、はい。一応ね、なんだっけ、8500シリーズと、それなんて、9200B シリーズと、9500B シリーズが出ました。でね、ソニー、皆さん見ました？はい、ソニーさん 4K ブラビア、はい、あ、ありがとう、ヘミちゃん。ヘミちゃん、映るチャンスだよ、今。映んない。さすが本家ヘミちゃんは違うな。ありがとう、あ、ありがとう、はいはい、そんなね、リンゴマークなんて使わないから。これ、俺の、あ、これですよね。で、8500B シリーズと X9200B シリーズと X9500B シリーズ、あ、一緒かね、出たんですよ。で、今日見てきました、昨日か。もうね、で、一番、これ、俺真面目に喋るよ、当然じゃないですか、うん、ダメよ。そこでダメよ、ダメだよ、ダメしようよ。あと、僕にも話しかけてもらえる。ヒロナ、ヒロナは振るのよ、俺に。あ、僕はあんまりテレビのこと知らないんで、あ、そう、聞き役になろうかなと思って、うん、セキュリティさん出してもらってね。で、見に行かれました。はい、はい、一緒に。どうでした？で、もうすぐに待ってみたのか。どうだった？もう、うん、本当にね、もう、うん、綺麗だったよとかでいいよ。あ、でも画質が全然ちゃいましたね、はい、なんか 4K と普通っていうんかな、うん、今までの HD のテレビが横並んでたんですよね。うん、うん、並んでましたね、うん、で、うん、色合いも綺麗かったんですよね、うんうん、あれはまたあれ、やっぱね、発色もまず解像度にと皆さんととらわれがちなんですけども、うん、発色もまた変わってる。すっげえ、それ赤いのやめて。ね、うん、なで、あのね、 X8500 静かですね。みんな聞いてるよ。よとか言って。どこでよって言う。よ、ガヤ芸人はよってよ出ちゃったから、たまに言っていただけると。俺なんで静かなんだよ、何この野郎。続けていただいて。バカ野郎、冷静になってんじゃねえ。でね、 8500B はですね、変更式パネルなんですよ、うん、ね、で、これの全モデルって型番何でしたっけ。よっそれ
X8500A だっけ。え、8500シリーズって8400って去年なかったんだっけ。あのスピーカーが横についてないやつ出ましたよね。その端末使えばググっていい、これいいですよ。ねこれだ。この動画確実に編集しないとダメですよ。しませんよ。これずっと去年はね、X9200A シリーズと よっ。おい、デジバカのブログ詳しく書いてねえんだけど。中の人、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 私 4K 言ってたのに書いてないね。まあいいや、とにかくね、去年の9000シリーズ、ええ、ちょもう一回、9200じゃないですか。9200A ね、はい、今年は B になったんですけど、9200シリーズを見た感じでは、これアクティブシャッター方式じゃなくて変更式パネルだったんですよ。パシ、パシ、はい、3D の方式、うん、パッシブ方式、はいはい、パセリ方式じゃないよ。これはね、僕たちの周りで、大聖子さん見てる？大聖子さんとかも言ってたんだけど、縦じまがちょっと目立ってたんですよ。で、今年 8500B シリーズっていうのが出ました。で、あれもパッシブ方式なんですよ。ただハイエンドモデル、フラッグシップモデルの 9500B と9200はアクティブシャッター方式になったんだよね、確か。そうですね、はい。僕どうしたら僕テレビあんまり詳しくないですよっ。で、それが気になってて、昨日見に行きました、8500を。もうポチっちゃってたんですけど、はい、それが気になって見に行ったんですけども、パッシブ方式ファンの皆様ご安心ください、縦じまはね確認されませんでした。よよ。縦じま横に入ってましたよね。そうそう、横、白いのを映すと横に、そうです。それがね消え去った、消え去ったっていうか確認できなかったよね。あんま空見えなかった、うん。菊池桃子です。えアイキャッチです、今の。三菱電機のあれです、共産の編集ポイント、編集です、編集点ね。本当に綺麗でした。おいくら、一応 4K シリーズは3ラインナップ出ました。 4K ブラジルね、ヒロさん聞いてますか。聞いてます。ついてきてるか。若干ついてない。あ、ちゃっか。で、一番下のモデルなんだよ、ヌギ。一番下のモデルだからといってバカにできないですね。お、押さえるとかちゃんと押さえてます、ね、押さえてます、はい、本当に。実際写真写して確認されました。写真、はい、静止画アルファとかで撮った写真を SD カードに保存してるじゃないですか。それを多分見られると思うんですよ。それはね確認してないんですよ。あ、そういう体験だと思うんですよ。それは自宅に届いてからの楽しみにとって。あ、そうさすがでございます、うん。で、もう一つ気になってたのがあって、 YouTube アプリってインストールされてるんですよ、ブラビアに、うん。あれで、あれって4K 動画が見れなかったんでしょ、前の。前のは見れなかったんですけど、ね、でもね、見れるようになってました。おあ、もうあと1分です。あと1分。あと1分です。まとめてください。バイバイ。まだあと30ある。プレイメモリーズフォームの、コンテスト優秀賞の人たちの写真が見られるという機能があるんですよね。あ、あるんですか。そうなんですよ。そうなんですか。なぜやってくれ。ブラビアわかんない芸人だから。ブラビアわかんない芸人。買っておしまい芸人でしょ。
ヤジが飛びますけど毒舌が爆発でございますということで西野からのライブ DVD を再生してバイバイパート2までバイバイ